2023年西日本フィナンシャルホールディングスは中期経営計画飛翔2023地域の元気を創造するの総仕上げに向けて様々な取り組みを進めています。2022年10月、西日本フィナンシャルホールディングスにシティアスコム九州リースサービスが、12月には異次元グループが加わりました。カード会社、証券会社、コンサルティング会社など多様かつ特徴のある子会社群に ICT 会社やリース会社、DX 支援会社が加わったことで、グループ総合力は飛躍的に向上しました。2022年11月11日、長崎銀行は創業110周年を迎えました。長崎といつも一緒に、おかげさまで110周年をスローガンに、記念定期預金の発売、記念音楽祭の開催など、さまざまな記念事業を2023年3月まで展開しています。西日本シティ銀行は、さまざまなニーズに応じたサービスをヒューマンタッチとデジタルのベストミックスで提供しています。次世代の営業店を目指し、キャッシュレス化、脱ハンコ化社会に対応すべく、新たな営業店システムの開発に着手。2024年秋ごろの導入を目指します。地銀のスタンダードアプリとして29行が採用している西日本シティ銀行アプリは、11月末におかげさまで132万ダウンロードを突破。小口送金サービス、ことら送金サービスや、お申し込みからご契約まで完結できるローンの取り扱いなど、アプリの機能を拡充しました。いらっしゃいませ。人生100年時代に向けた将来の備えとして、資産形成を始める方でも分かりやすい NCB 投資信託パステルノート、 AI を使ってお客様一人一人に適した投資プランをご提案します。シミュレーションも可能なんです。法人のお客様向けには、デジタルチャンネル NCB ビジネスステーションや西日本 FH ビッグアドバンスの機能拡充を本格化。トランザクションレンディングを活用したウェブ完結型の融資商品 NCB ビジネスローンテトラの取り扱いを開始しました。また創業者支援の一環として、創業応援サロンのほか、大名支店ビルにコワーキングスペースザ・カンパニー大名を2022年5月にオープン。創業に関する専門スタッフが常駐し、お客様のご相談に対応しています。2022年3月 SDGs ESG への取り組み強化の一つとして、西日本フィナンシャルホールディングスグループは、サスティナブルファイナンス実行額目標を2021年度から2030年度までに累計2兆円、CO2 排出量削減目標を2030年度までにカーボンニュートラルと策定し公表しました。幅広いお客様の SDGs、ESG、脱炭素への取り組みを支援すべく、ソリューションメニューを拡充。 SDGs 応援ローンは11月末で486億円を実行、大変好評いただいています。また西日本シティ銀行は、福岡 SDGs プロジェクトを地元企業3社と協業して始動。子ども食堂などに食材を提供するフードドライブ活動は、2021年8月の筑紫地区を皮切りに開始し、現在北九州地区本部本店営業部、筑豊地区、長崎県筑後地区と活動エリアを拡大し、およそ100拠点で展開中。これまでにおよそ 1500kg を提供しました。また各地でお金の学校を開催するほか、オリジナルのカードゲームを活用したイベントを開催、子どもたちの豊かな生活づくりを支援しています。毎年恒例の久保田勲新春経済講演会は2023年1月に16回目を迎えます。
優れた経営者を表彰する経営者顕彰財団。経営者賞は今年で50回目を迎え、これまでに177名に贈呈。その多くが地域を代表する企業に育っています。西日本国際財団は、国際交流に貢献した個人・団体にアジア貢献賞・アジア未来大賞を贈呈。また博多どんたく港祭りや地域のイベントにも積極的に参加し、地域の元気を応援しています。12月5日、日医協会イタリアチーズとワインのクリスマスパーティーを開催。翌日には日英協会クリスマス音楽の夕べを開催。そして年末には3年ぶりに第九の合唱団が帰ってきた NCB 音楽祭2022を開催。九州交響楽団の演奏で明るく華やかな曲やクリスマスソングをお届けしました。地域の発展なくして、西日本フィナンシャルホールディングスグループの発展なし。西日本フィナンシャルホールディングスグループは、お客様、地域の皆様と共に成長する総合力ナンバーワンの地域金融グループを目指してまいります。